はい、よろしくお願いします。ネッチでございます。というわけで今日は、中級から、中上級ぐらいの方、レベルアップね、ボレーをよりレベルアップさせたい方に、アップグレード動画、過去動画のいいところばっかり寄せ集めた動画をお送りしようと思います。今日は基本のボレーです。こう当てるだけで、ポーズを覚えた、フォームを覚えたところのボレーからどのようにレベルアップをしていくのかというところを過去動画、3つ分全部ワールドテニス TV の辻金さんと一から学び直すシリーズでやった動画になります。参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ではまず当たった後のスイングで飛ばしましょうというところです。どうぞ。じゃあまずボレーからいきます。前回の練習でボレーっていうのは、相手のボールの力がある程度あるものをこう弾き返すところの練習が多いけど、あえてこう手で出して死んだボールをボレーすることで学んでいきましょうみたいなのをやったんで、まずそこからいきたいと思います。で、今日まず最初にやってもらうところは、ボレーでも当たった後のスイングを大事にしてボールを打ちましょうと。この前のこう死んだボールでやると、ちょっとダメなレいきます。あえてダメなレ、こうどちらかというと打点に対して後ろの幅が大きくて、当たったところでラケットが止まってしまう。辻健さんこういう感じになってたんですね。もう一回やってみます。ちょっとダメなれ、こういうボレーから速いボールにも負けないように、できるだけ打点の近くにこうラケットをセットしておいて、ここからお願いします。こういう感じで当たった後のスイングで飛ばしていくイメージですね。ここのところをトライしていきたいと思います。まあ、フォアバック両方いきましょう。じゃあまずフォアからでラケットセットしましょう。はい、でまずこの時のポイント、ラケット当たった後のスイングをしっかり出すにあたって、まず足からいきますね。フットワークのところは右足を前に出します。はい、スプリットステップをしてフォアボレーだったら右足左足の順番、バックやったら左足右足なんですけど、その右足が前にあることによって左足を出してみましょう。出した時にラケットが大きく前に動きます。これが結構大事で、ちょっと悪い例いきましょうか。ここですね、こう横一列で足になってるとあんまり前に進まないですね。一歩分ぐらいしか前に進まないところが、軸足が前に出てることによってすごく体が大きく前に。はい、では2画面比較いってみたいと思います。上がビフォーですね、下がアフター。軸足が前に出てる状態がアフターです。スタート時点のラケットの位置を赤いラインで結んで、でここでフォロースルーのところ、分かりにくいですけどアフターの方が手首がかなり前に出てるのが分かると思います。しっかりとボールを運べている証拠です。こういう感じで進むので、この力を借りるんで、このラケットワークは小さくていいっていうことですね。この右足がその場、もしくはあんまり良くないのはちょっと後ろに引いてしまうっていう形にすると、前へのスイングが出ないんで、よりこう手でやってしまうと。とこうですね、こういう動きになると体の推進力が出ないんで、それを補おうと手をこう動かす。ほんな当たる前のスイングが大きくなる、ほんな真ん中当たりにくくなるみたいな感じで悪循環になっていくので、このセットをしといて右足前のラケット前でセット。いいですね。もうちょっと出せますよ、右足前。そう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 、ちょっと違和感あるでしょ違和感あるでしょ。それぐらい出した方が前に飛び込んでいきます。でラケットは前にセットですね。 OK です。はい、よいしょ。そうですそうです。今ですね、ラケットが打つ前に後ろに倒れる、この動作はいいと思います。後ろに倒れる動作はいいんですけど、戻す時にちょっとこうかぶさるところまで戻ってしまうんですね。これを面の安定っていうことを考えると、こうは動くんだけど、こうは動くんだけど、ここで止まってあげるといいです。これどういうことかというと、こうラケットを後ろに一回倒しますね。倒してこう戻す、ここのこのしなりの部分っていうのは作っていくんですけど、これがいい例。どういう感じかというと、この垂直の形まで戻さないイメージです。まあ、実際この手も一緒に前に動くんで、手も一緒に前に動くんで、ちょっと動いてるようには見えるんですけど、じゃあ分かりやすく全く動かさない感じでいきます。手は全く動かさないで、こういうイメージですね。イメージとしては
もう一回。小指です。こう出ずに、この垂直0度のところに戻るまででラケット面を止めるような感じにすると上向きのまま止まってくれるんで、そのままボールを飛ばすための力が失われずにボールを飛ばすことができます。こういうイメージで、ちょっと多分横のカメラから見ると手がこう動くんで出てるように見えるかもしれないですけど、しっかりこの形で止めてます。はい、でこれで腕を出しながら足も出しながら行くとこういう感じでパンチはするけど前に運ぶ感じができると、この前でコンパクトに置いといてもこういう感じで前に、あー低い、ごめんなさい、運べると。はい、行きましょう。そうです、そうですね、そうですね、そうですね。ナイスボレー、ナイスボレー、ナイスボレー。で左手もつけていきましょうか。左手も、はい、そうです、はい、そうです、そうです。ナイスナイス、ラスト。オッケー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 。だいぶあのフォロースルーで飛ばすっていうところの中、うん、ついてきました。はい。ついてきました。ほんまですか。なんかこうなるのがなくなったのは、はい、自分の中ですごい分かりやすいというか、多分目に見えて今変わって、はい、だからネットする怖さは今なかったかな。あ、そうですね。ネットはもうあの絶対っていうぐらいしないと思います。うん、最後まで面が上を向いてるんで、力をグッとこうパンチで力を加えてるけど、最後まで上向きで残ってるんで。そのまま上に対する力っていうのをああすると残ってくれます。はい、バックも同じ感じで前に置いといて、そのまま前の形でいきますけど、1個注意は、バックはラケットをこう出した時にこの腕、右腕とネットが平行みたいな感じです。先ほどのフォアハンドはラケットとネットが平行、バックハンドはそれだとちょっと体のこう裏側のショットなんで、こういう感じで使えないので、気持ちこう肩が、まあ、よく肩を入れるみたいな感じに入っていくんで、この腕がネットと平行の形です。でラケットはここからちょっと斜め後ろにこう倒れてるような感じが自然とある、この状態をまあ前とします。でこの状態から前に引っ張っていくと、こういう感じです。こういう感じで、こういう感じで出していけるといいです。はい、行きましょう。左足が前の方がですね、もっと前、もっと前、はい、違和感ありますか。そうです、フォアボレーとバックボレー、グリップ変えてます、一緒、握り変えてますよね、多分フォアとバック、もう多分無意識に、無意識にね。バックが若干厚く見えるんですよ、握りが。フォアはそんなに違和感感じなかったんですけど、まあフォアは少し厚めであっても手のひらを上に向ければ面って上向いてくるんですけど、バックがなんかこう自然に出すと面が、今握り替えましたね、うん、握り替えましたね、さっきの握りで、あ、そうですね、やっぱちょっと若干この打球面に対して親指のこの付け根の裏側の部分がこう乗っかってるんで、ちょっと面が起きやすいタイプなんですよ、こういう感じで、うん、で若干上を向いてあげた方がいいです。なんで少し手首を背屈って言ってこう上にちょっと締める感じ、こっちに締めてあげると上向きやすいじゃないですか、はい、でこれが多分、ポーチボレーとかバーッと押さえる時なんかはちょっと厚めで、うん、こういうタッチ必要になってくるんですけど、今覚えてる、今練習してる基本の感じはこっちの方がいいと思いますね、はい、気持ち、そうです、上が、面が上向いといた方がいいです、はい、そうですね、ナイスボレー。右腕がネットと平行です。だちょっと入り甘いですよね、やっぱり、うん、だこうなんかこう前に向いてる感じがするんですよ。だバックボレーは右腕がネットと平行、はい、それぐらいまで入れといてあげるとラケットが自然に気持ち後ろに倒れてる状態がテイクバックで作れますよね。すげえ違和感すげえ違和感でもどうですか、イメージの中にあるバックボレーのテイクバックをしてる人ってそういう感じになってないですか、うん、ちゃんと体ごと向いてる。そうです、そうです、そうです。右腕がネットと平行って一つの測りになると思います、はい、それぐらいまでは入れたいし、そこから後ろは間に合えば入れれるだけ入れてもらって大丈夫です。言います、そうです。あー、分からん、むずいむずいむずい。そうですね、これもフォアボレーと一緒で力の入れ加減がどちらかというと辻健さんはパンチ系でインパクトまでバチンと入ってインパクトで止まる感じなんですね、うん、このタッチはこのタッチで必要です。パンチボレーはパンチボレーで必要、ただこの死んだボールをしっかり打ち抜こうってなった時は、まあ、ここでもパンチの力も必要なんですけど、その後
一緒にこうついていかすところ、ここも大事になってくるんで、そうですね、このフォロースルーの当たった後の意識があれば、ここで深く運んだり下にパーンって払ったりとかっていうところにつながっていくんで、インパクトで止まるっていう感じだけじゃなくて、インパクトその後前っていうところを大事にしてくださいと、深くとか相手のボールが速すぎたらパーンってこう下に払ったりとか、いろんなことができるようになります。そうです。おお、お、今の良かったですよね。今こう手の甲に残った感触が良かったでしょ。良かったでしょ。ああいう感じが出てくるとボレー楽しくなってきます。はい、続いてボレーはやっぱりこうスイング必要ですよっていう、正しいスイングで振っていきましょうと、はい、当てるだけではなくて正しいスイングで振りましょうという動画です。どうぞ。じゃあ先ほど練習したこの当たった後のスイングのイメージを持ちながら、もうちょっとラケットワークを鍛える練習をしていきますね。引き続きこの死んだボールでやっていきたいと思いますね。このボレーって飛んできたボールをパンとこう当てるだけのショットのイメージがあるじゃないですか。なんであんまりこのラケットを振るっていうことを結構抵抗がある人がいる、まあ、なぜかというと最初結構振らないでって、まあ、僕もそういう言葉ワード使うんですけど、指導されることが多いので、まあ、あんまりめちゃぶりされるとスクールでは怖いっていうのもあって、振らないでっていうのもあるしっていう面でこう振らないっていう印象が強いんですけど、振らないとパワー出ないので、相手の強いボールにも負けてしまうし、特に今ストロークがすごく強いんで、スイングっていうのは基本的には必要になります。ただこうめちゃくちゃこう振ればいいかっていうと、ラケット面を安定させながら振る必要があるので、イメージとしては狙ってる方に向かって面があって、この面が向いてる状態を長く作ってあげる。で最後はフォアボレーであれば結局パンとこう体の正面には払って戻ってくるんですけど、この最後の払うところは突き足しで、一応狙ってる方にこう残した状態で今からスイングをする練習します。バックも同じように入っていって、まあ、インパクトの少し前から打ち終わりまで狙ってる方にこう面が向いてれば、ここで早く使ってもブレにくいですよね。これがこういう感じで面が動いてしまう、かぶさってしまったり、違う方向を向くのがこう早くなってしまうとミスの原因になるので、保つ練習をしていきます。面を保ちながら振る練習、ボレーのスイングを覚えていきます、はい、この辺からいきますね。この辺から1個目出します。1、ここで2個目出します。2、3っていう感じで3球出すので、辻健さんはここからスタートして、もう最初からこういう感じで横向き加減でいいです、まあ、この練習はネットと垂直ぐらいでもいいです、まあ、実際これは現実的な構えではないんですけど、スイングを覚えるためにはこっちの方がいい場合もあるので、じゃあこっちでいきましょう。もうネットと90度、はい、90度、この状態、この状態で1、2、3で3球同時に、もうこの90度を保つということで体を開かない練習にもしていきます。体の開きを抑える練習も同時にしていくんで、1、2、3でいきましょう。1、2、3、そう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 、むずい。1、2、3、そうそう、だんだん左肩こうなっていってるの分かります？ボレーで、良くないボレーっていうのは打ちながら体がこう回ってしまう、今極端にやりましたけど、回ってしまうと自分のイメージしている面の向きとは違う方向にラケット面が向いてしまって不安定になっちゃうことがあるので、こういう力はね、極端に言ったら使うのは使います。やっぱりフォアハンドと一緒なんで、こういうパワーは少しは出るんですけど、それがラケット面に影響しないように止めてあげる。だから左肩とか左手とかなんかこうなってる人多いと思うんですよ。こうか、これもありますよね。こっちに伸びてこういう人もいますけど、どっちにしてもこう止まってます。こう開きを抑える役割があるので、この練習では90度、はい、お願いします。こういうイメージいきます。こういうイメージ、もうこの打点に目を残す練習もしてしまいましょう。で3球こういう横向いた状態で1、2、3ですね。こういう状態1、2、3、こういう状態いきましょう。いや楽しい、ちゃんとテニス習ってる。 OK、 いいですね、いいですね、構えがだいぶ良くなりました。はい、いきます。1、2、3、そう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 、あ、
全然違う。で、あの止める動きとかね、あとは打点に顔を残す動きとかをつけるだけでだいぶ変わってきますよ。もう一回、1、2、3、そう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 、はい、よく言うと前回やった当たった後で飛ばすっていうよりは、今どちらかというとインパクトでぶつけて飛ばしてませんか、飛ばしますよね、はい、だからそれを当たった後、後っていう感じですね。体の部分をこうチェックすると、その当たった後で飛ばすためにはちょっとこの腕と手首で作るこの背屈の部分が浅いんですね。そうです、もうちょっとあった方がいいです。腕とこのラケット面でこう背屈って言って、こういう角度ですよね。こう腕は前に出てるのにラケットは横にある、これがちょっと辻元さん浅いんですね。こういう感じになりやすいんで、こう使いやすくなってしまう。ここで背屈をしっかり作っといてあげると、はい、前に押しやすくなります。いいですね、構えが良くなりましたね。1、そう、当たった後、当たった後、当たった後です。で、最後3球目打ち終わった後、きっちり残しましょう。残しましょう。ほんならここに、あ、今のもう一回やってもらっていいですか。ここ、今感じてるここですね、はいはい、この感じが開かないために必要なポイントです。まあ、実際はパーンと足っていうのは開いていくんですけど、動いていって、まあ、このままこうやって止まることはないんですけど、どういう形でいっても今のこの腰のブロックのするところが、こうついても結局一緒です。ここで同じような感じは感じます、体に。それが体を開かなくするポイントなんで、そこのこの筋肉の使い方というか、そこもこう同時に学びながら、はい、1、2、3、 OK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 。 結局あのメディスンボールとかで、ね、ジュニアとかトレーニングするのやったら、今のところっていうのはやっぱ感じさせる。実際ここまでクローズでプレーすることは少ないですけど、やってみるとニュアンスわかるでしょ。そうです、今のこのこのギュッっていう感じがやっぱりどの動きの中でも開きを止めるっていう中ではここで出ていくので、よし、そう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 、はい、バックが先ほどと同じで、右腕がネットと平行なんで、やっぱフォアよりは打点に対してスイートスポットがちょっと後ろのイメージあります。これフォアボレーだったらここです、うん、こっから出すイメージで、バックも実際はですね、これ、まあ、話すと長くなるんですけど、ゲームの中で相手のボールも速くなってきて、動きが速くなってくると、ここに置いといて、ここに置いといて打ちながらパーンって入れたりっていうのが、現実的にはそういう動きになっていくんで、これは減ってくるんですけど、練習の中では右腕はネットと平行みたいな形で置いといて、ラケットが少し後ろに傾いて、この距離を気持ち出していく感じにするとうまくいきます。なんでこういう状態で、ここから前ですね。でこれをここで止めながら3球前行ってみましょう。ちょっとやってみます。1、2、3とこういう感じで、1、2、3とこういう感じで、1、2、3とこういう感じで、今は歩きながらこうクロスステップになったんですけど、サイドステップでやってもらってもどっちでもいいです、はい、よし、1、2、3、そう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 、伊達に顔が残ってない。1個目やっぱり悪い癖のこう入りましたね、ちょっとかぶせる癖が入ってきたんで、1、2、3、気持ちいいこうなりますよね回ってる、なってますよね、回ってる、回ってるよ、まあ、足だけじゃないんで、そのこの右肩のここの ここ全体のその力の入れ具合であったりとか、当然左手を後ろに引く動きであったりとか、そのあたりも使ってきっちりやっぱり体は残していく、残していく、ここに残さないといけないですね。打点に、打点に残してあげるイメージ、体自体を、分かります。これが今ここから多分ね、この辺に残ってるんですよ、はい、ここで残っちゃうんで開いてるように見えるんで、うん、この打点です。打点にこの横向きの滑り、 目をここに合わせてこう残してあげるイメージでいくと、うん、力が入りやすいポジションに肩が残っていきます。今は若干こう、うん、こう残ってますね。よし、サンキュー、はい、1、2、3、 OKOK、 もう一回1、2、3、お、だいぶ良くなってきた。地味な練習ですけど、この手の
この平に感じるバックで手の甲に感じる感触が気持ちよくなってきてるでしょ。はいはい、てかもうボレーでは感じたことがない打感を、はい、あの感じがあってパンチボレーも両方できるとすごくいいと思います。パンチボレーは多分もうできるんで、特に男性の人はもうパーンって力が入る感覚はあるので、このタッチをラスト、はい、トーントーントーン、そう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 、全然違う。はい、で最後はフットワークです。やっぱり足をこう引いてしまうと良くないですので、こう引き足を禁止して軸足から前に入れていきましょうという感じのところです。どうぞ。はい、じゃあ最初に当たった後のスイングやりました。でその後その当たった後のスイングで横向きをしっかり残しながら、うん、まあ、目を残す練習とか体を回さない練習をやりました。で今度は実践に近づけて前向いた状態でやっていきます。でこの状態で構えといて、構え方はもう任せます。僕のおすすめはちょっとバック寄りで構えるですけど、まあ、正面に慣れてたら別にこれでもいいです。これでもこれでもどちらでもいいですけど、体の正面に向かってボールをどんどん出していくので、1球目のボールを避けてフォアボレーでいきます。でフォアボレー、はい、2球目のボールを避けてバックボレーでいきます。はい、先ほど横向きでやった時のチェックポイントをそのまま残してください。まず一つはラケットワークですね、はい、こういう感じ、こういう感じ、しっかり体の前にセットをしてあげる、引きすぎ注意です。だから当たった後で飛ばすっていうところはそのまましっかり残すイメージ。それから軸足ですね、右足から入る、ここで打点に顔を残す、あとラケットワーク狙った方に持っていく、体開かない、止める、今度の動きはすごい開きやすくなります。こう動くんで、こう動くんで開きやすくなるんで、ここで抑える。でしかもラケット面もこうやって散らかりやすくなるんで、散らかりやすくなるんで、ここをしっかりグッとグッと残すイメージでいきましょう。フォアから、はい、フォアバック、フォアバック交互にいきましょう、はい、ナイスボレーです。はい、もう一回、よしよしよし、オッケー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 、いい、ナイスボレー、ナイスボレー、もう一丁、1、2、3、ナイス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 。どうでしょう、バックボレーがやっぱり止まりやすいですね。当たった後のスイングでさっき練習した時はいけたけど、実践になるとパンチ系でここで止まってしまうので、うん、はい、リプレイです。フォアボレーはこういう感じで結構ね、当たった後のスイングで運ぶ感じが出てるんですけど、バックボレーはやっぱりインパクト付近で急激に力んでラケットが下がってストップすると、こういう感じになってます。ここを修正しようと思います。でこの動きになってくると、本当は今ぐらいのペースだったら肩がっちり入った方がいいんですけど、まあ、実践に近くなってきて、どちらかというと動きながら最後帳尻合わせで打ち終わった後に入ってる、もしくは正面気味のボールなんで90度まで全然入る必要ないです。この斜め方向でいいんで、大事なのは肩を入れる動作よりも打った後に回さない動作です、うん、多分辻健さんはピクってピクってこっちに引っ張ってしまう、うん、でこうボールを引き込むのが結構苦手なんだと思います、うん、自分のバックボレーだったらだいたいこう入っていって、この右肩の真横ぐらいまで引き込めると力が入りやすいポジションがあるんですけど、ここまで引き込むのが苦手なんで、うん、気持ち前に迎えに行ってしまうんですよね。さっき手で出して3球連続打った時はだいぶこう引き込む癖ができてました。1、2、3、お、だいぶ横向きだ。でよくその時は最初から横向けてるんで、うん、こう引き込みやすいんですよね。で今は横向きながらその引き込む動作をしていかなきゃいけないんで、ちょっとそこのところ頑張って、はい、グッグッ、うん、ナイスプレー、グッ、ナイス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 、遠慮せず僕にぶつけてもらっていいんで、シャーシャーじゃあ、ナイス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 、ちょっと引き込むところですよね、うん、そこのところができればうまくラケット面に乗っかってきます。グッ
Good. Good. もう一回。はい。ナイス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 ナイスナイス。はい、これ正面から見た映像ですけども、フォアボレーはボールが飛んでいく方向とラケット面の方向がある程度合ってるのが分かると思います。でもバックボレーはボールが飛んでる方向とは全然違う方向にラケット面が最後残ってます。ここの部分が良くない原因というか安定しない原因になってますので、ここを最終的に修正していこうと思います。辻健さんのバックボレーを難しくしているフットワーク、引き足って言って左足を無意識に引いてるんですね、後ろに。この動きを取ると自分が一回後ろにこう回ってしまうんで、打点までの距離が遠くなっちゃうんですよ、うん、遠くなるんですね。遠くなるからそこに向かって出しに行く、なんで泳ぐ動きが入ってしまう。はい、リプレイです。辻健さんのフットワークを見てみましょう。この部分ですね、引き足って言って左足を後ろに回り込むようにこう引くように使ってしまいます。こうすることでボールとの距離がうまく取れずに打てていないと、ここを修正しようと思います。でこの左足を今避けながらになるんで、この右足の前に入れてあげる、うん、前に入れてあげることによって体は引かないんで、自分の力が入りやすいポイントは結構自分の近くにあるんですね。とここまで待って待ってトンと力が入りやすくなります。ちょっとやってます。バックボレーお願いします。こういうイメージでいけるといいですね。で、じゃあどういうのがダメなイメージで、今どうなってるかっていうと、今こうなってます。今みたいに初動作で引くんで、ここにスペースがあるんですね。なんで出してしまう、出してしまう。これをこうするとスーッと入ってくるところまでしっかり待てるんで、ちょっと最後それやってみましょう。ちょっとバックばっかりいきますね。バックばっかり、はい、さっきよりも待てる感じありますよね、うん、待てますよね、全然ボールを。であれでこれだけなくしてあげて、はい、グリップの方から引っ張ってあげて、グッド。全然慌ててるように見えないです、うん。もう一回バックボレーだけ。結構時間あるでしょ。じゃあフォアバック、フォアバックいきます、はい、距離取った方が時間あると思ってたんですけどね。距離を取るときに引き足を使うと出しちゃうってことですね。足を前にクロスさせてくると待てるんで、感覚的には時間がいっぱいある感じで。じゃあフォアから、ナイス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 。お、良くなった。ラストもう一回いきましょう。あれ、すげえ余裕ある。フォアボレーから、はい、ナイス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 。はい、いかがだったでしょうか。まあ、辻健さんね、どんどんこう上手くなっていたのが、分かると思います。本当に短い時間でこうギュッと凝縮して練習をしたんですけど、まあ、大体、今日、ご紹介したようなパターンのところをやると、まあ、中級ぐらいでね、こう当ててフォームを覚えた伊達系のところからこう上が見えないとか、あとジュニアの皆さんでやっぱり試合で使えるボレー、試合で飛びついて当てるだけじゃなくて、ちょっと一球、我慢できる作るようなボレーがしたいなという方はね、ぜひ参考になると思います。元動画の URL も説明欄にありますので、フルで見たい方はぜひそちらの方もご覧ください。まあ、以上のような感じでね、気をつけてぜひコートで、頑張ってください。絶対ね、上手くなると思います。Street alone.